こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回は加藤京子ですね。フレンドさんが45にされていたので、これは急遽取るしかねえということで、皆さんにデビュー戦がてらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。そしていつもありがとうございます。ということで、デッキこんな感じです。ジャベリン、岸田、落合、佐伯、天音、そして加藤京子と。さあ行きましょう。お守り招きです。どんぐらいいくかな。まあ、社長入りとかもやりたいので、結構いろいろとデッキは考えているんですが、まずはこのファーストデッキからね、やれたらいいかなというところです。言うてミート106もめちゃくちゃ強いからね。で、ああそうか、社長がいるっていう癖で精神踏んでしまった。社長はそんなに考えなくていいんだ。結構社長に取り憑かれてると、なんかこうメンタルに人が集まってたりとか、まあそのなんでしょう、いろんなところで気をまあ配っていかないといけないので、なかなか難しいなっていうのと、あとはゲージの溜まり幅がやばいんだな。あーなるほど、これも行くか。一回ちょっと行きますわ。もうで、ここ加藤京子でナイス。おーありがたいですね。これ真ん中だったっけ、東に草。ナイス、めちゃくちゃでかいわ。もう評価あと1回ぐらい。 PSR だと行くのか、これで。うん、天音も佐伯も上げたい。ただここは1回バックしてもいい。いや大丈夫、来る。回復イベント誰か来る。おほほ、そういうことです。やっぱ計算がしやすいですよね、社長抜きだと。それ評価いってますね。ジャベリンこれ一気に上げますか。コリス、うわあ。そしてタックはしてくれてるが、あーこれ強いですね。普通にぶっ放してもいいぐらいのレベルあるな。どうせもうゲージがフルフルで溜まっているので、これ一発いきましょうか。意外性しっかりと取っておかないとダメですね。まさか重なるとは。でここからの積みがまあ結構大事と。今これカオスフィールドかな。今なんかバランスよく積んでた感じしましたけどね。あ、今カオスですね。お、筋力にはなるな、ここ行くと。ただタックセルも一緒に詰めると。告白ありがとう。めちゃくちゃいいタイミング。しかもここでこのタックですからね。あ、技術だったわ、ラッキー。めちゃくちゃいい感じの詰みと。あー強い。普通にこれぶっ放してもいいレベルであったな。うん、意外性も5ですけど、さすがに体力回復ですね。岸田積んどいた方がいいかな。あー天音カレンの方がいいですね。さあタックドカン、おいよ。光ってはいる、打撃が光っている。アマネはここか。佐伯がいない。ああ、強いですね、普通に。ダブル以上だとめちゃくちゃ強かったですけどね。まあまあ、しょうがない。ただ、月面に行けてこんだけの積みができたんで、まあ、普通にありがたいです。うん、ここは安倍品にしておきましょう。まあ、順調ですね。強い。3667。これでデートするたびに、あー失敗したか。失敗したけど、このメンタルで佐伯がだいぶバックしてくれたわ。ありがとう。やめて。うわー不眠症。そう、不眠症といえば、デートに行けば一発で治るんですって話と、ただここ行くと治る可能性あるんだよな。やっぱ、あー畜生。うん、ちょっとどんどん積んでゲージを貯めたいっていうのと、ここのラブパワーなんとか。あー来ないか。
ちょっとラブパで直していきたかったですが、加藤が働いてくれなかったですね。で、実はちょっとで不眠症が治りますと。これまあめちゃくちゃでかいですね。やっぱ一発で治る治らないは非常にこう計算が立つので、で、守備力上げましょう。使いやすいなぁ。めちゃくちゃいい。いや、本当に、本当にめちゃくちゃいい。監督積みましょうか。で、敏将めちゃくちゃ積めてるんで、これ、走塁が光ったらいい感じでいけますね。自分で食べましょう。行ったら来るやつ来ました。で、ああ、もうすでに強いですね。これ、もうぶっ放していいでしょう。で、まあ、この二人のタックなんで、なんか別になんか止まっている理由も特にないと、いうふうに思いますけどね。ああ、追い打ち、どうしようかな。結構上でもいいんですよね。ただ、筋力は別に上げられてないんだよな。まあ、失敗判定があるので、そんなにこう、おいそれとはいけないんですけど、結局、もう、ホームランボールの査定、まあ、査定値の勝負になってきているような気もしているので、最近。怪我しにくさとります。よし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 。めちゃくちゃでかいわ。うん、ありがたいですね。やる気も戻りました。で、このタックも地味に強いですね。まあ、強いタックに行くのか、まあ、こういう、破損セル積みてえな。正直今、遊んでいる余裕は正直そんなにない。で、ここは健康に過ごしておきましょう。ここも最大値アップですね。あ、強い。めちゃくちゃいい。今、ちょうど、精神取ろうかと思って動いていたところなので。これ、積みはほぼほぼ完璧ですね。メンタル1ですが、悪くないんじゃないですかね。メンタルいってしまうと、打撃とコピーセルか。いらんもんね。これ、行きましょう。普通に行って大丈夫です。で、めちゃくちゃいい。チャンスメーカー。ちょっと僕、骨つぶしが雑いんだが、ごめんなさい。正月ボケかな？正月じゃないけど。うわー、強ー！騎士だ。もうさ、ブッパするか？まあ、してもいいですよね、正直。まあ、少なくとも、精神は最大値入りますね。っていうところで結構悩ましいんですが、これ言ってもいいかっていう感じもするんですが。でも精神別に、もう2回取れた方がいいんじゃない？ゲージ貯めるのあれだしね。ナイス、行きました。しかもかなりで。しかもこれ地味にめちゃくちゃ強いわ、これ。うん、最高でしょう。7753ですけど、まあ、いろんなポイントがうまく、まあ、筋力が今んとこ過剰せずに入っているっていうのがめちゃくちゃでかいし、これやばいな。どうしましょう。ああ、もう終わりですね。終わってたわ。6ポイント。21。5ポイント。うん、まあ1ポイントぐらいだったらいいか。強っ。うん、いい感じ、いい感じ、めちゃくちゃ。これで、1万はまだいってないか、多分。ただまあ、それに近い値は、出ている気はするし。
まあ破損セル積みながらでいいでしょう。もうちょっと貯めたいですね、オーバーフローゲージ。今回は止水って良さそうですね。で、1万行きました、この時点で。騎士にしましょうか。技術は死ぬほど入る並びになってきてますね。はいはいはい。これ、タックのセル。まあ、監督まだ詰めてないですからね。臨床とかは今詰まなくてもいいか。ちょっと監督踏みますわ、さっさと。で、今回は止水にしましょう。デート一回挟みたいか。うん、デート一回挟みます。タイミング的にも悪くないですね。体力減っていて。何もやることないんで。そういう時にまあデートするべきかなとは思います。おーい。そんなに削らないでくれ。技術。監督は詰めている。これにしましょうか。筋力ちょっと積んでもいいよな。って思うのか、まあこの敏捷セル2つ。積んでおけば、一応、入れるといえば入れるな。いや、筋肉取りに行こう。ラブパワー。ラブパワーからこれか。強いな。雪山行きまーす。ちょっとまあ、敏捷足んないけどな。あは、強い。シンプルにめちゃくちゃ強いな。やっぱタックセル偉大ですね。強いわ。あとは、敏捷が全くと言っていいほど足りてないのはもう、火を見るより明らかなので、そこは意識したいですね。筋力もう足りたの。うん、雪山やっぱ行ってはいけないかもな。余裕で足りますからね。ちょっと行くだけで。とんでもない。これに行くのか、また技術とかを待つのか。まあ、これは行っていいような気はするけどね。加藤京子もワンチャンありですが。これ今行けば筋力はまあまずほぼほぼ足りる。おお、ありがとう。もう一回踏めるわ。これはいらんか、さすがに。まあ弱くはないですけどね、当然。強いんですけど。いつの間にやら敏捷もたくさん入っている。まあ、技術が逆に足んないですね。強っ。ここは、加藤京子です。うん、最大値マックスになりましたね。これでかいよな。練習し放題だかな。でも、これ監督、もしかしてもらってないか。もしかするともらってないか。高速レーザー。やっぱ、あれが入ってないですね。ヒートアップが入ってないんで、もらってないですね。ちょっともったいねえな。この並びだと。で、敏捷が欲しいのか、何が欲しいのか。精神はもういらないと思うので、まあ、後で押し出せばいいか。はい。ちょっとまあ監督が欲しかったですね。窮地は普通に取りやすい金属なので。だからまあいないんじゃしょうがないですからね。でもいないっていうのがでかいな。これ岸田のシングルタックでの星2つ付き、あとは技術のセルですね。セルブースターはめちゃくちゃでかいので取っておきましょう。うん、これめちゃくちゃ強くない？で、筋力と精神は余っているので、そこで、海岸をしながら、前に進んでいけばいいですね。はい、勝てました。次行きましょう。まあ、トリックスターは逃さないようにしながら、しっかりと前に進めば OK ですね。12664。もう上がらない。
一回休むべきか。臨床、まあ、アタックセルが入る意義はめちゃくちゃでかいです。で、精神どうせいらないですし。で、監督がいないと。なるほど。技術が1個減ってしまうな。技術減ってしまうと、これ結局、もう技術入ってこなくなるんですよね。これでいくか。冷静ありがたいっすね。強っ。ラブパワーしている。まあもう、ぶっ、ぶっ放すか。ここもぶっ放しましょう。伝説の引っ張り屋。アーティスト。おー、第七神様ありがたいですね。これは一番最後にいいやつ引きました。うん、ダブルタックくらいでカンストいきそうですね。ありがてえな。まあ、トリックスターもこれ多分いかないもんね。うん、結構、ボコボコ取れそう。ホツに関しては。結構いけそうだな。あ、これは一発ぶっ放してしまってよかったかな。筋力にはなりますが、これいくのか。押し出して敏捷のめちゃくちゃ強いタックがいいな。あ、これ理想だな。まあ、金徳取れますが、今トリックスター取ったところでしょうがないので。はいはい、守備でいいですね。さ、頼む。わー、反り込みか。ただめちゃくちゃ強いな、これ。まあ、経験点に釣られていきましょう。で、敏捷は欲しいので、ここなるだけ使うと。外角質だ。いいんじゃないですか、普通に。で、めちゃくちゃここがうんじゃらかんじゃらなってしまっていると。うん、まあ使い切れなさそうですね今回ってなると。めちゃくちゃ損はするんだが、いやはや、しかしまあしょうがねえか。もう取るもんないっすもんね、正直。めちゃくちゃ損するな。しゃーないか。で、あとは加藤恭子を攻めると。そこそこ経験点は出そうですね。いただく。いただかなくていいのかも。まあ一層がコツとして手に入ったんで大きいですが、あとは打球伸び、これで、これで吐いていく。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。うん、走塁練習とかだったらちょっと行きたい。で、ここでレーザービームかな。でかい。技術 72? すごい入ってくるね。技術はもう絶対的にいらないので、打球で伸び伸びしておきましょう。で、デートではなくて、走塁は来てない。デートですね。うん、48オール。そしてスイープ。強いな。
48ホール強いな。そうですね。あと、どうしようかね、これ。まあ、金徳は取るな。ラッキーボーイとか、ささやきは結構良さそうな感じですね。行きましょう。はい、ということで勝てました。練習がし放題っていうのが安心感がすごい。うん、もう最大まで行ってますからね、ほぼ。あとはまあデッキの組み方かな。ちょっとまあどういうデッキにしようかはまだ、こう思案が必要かなと思いますが。割かし、筋力が。ああまあ、筋力。結構いってますからね。いってるといえば。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。おー、なるほど。一回メンタルから、次、練習できないしね。か、肩練習で、岸田、まあ、バーヒッターとかあるんで。いいか。ここはメンタルにします。で、敏捷点が若干怪しいなと。敏捷点が、うわぁ、窮地、ヒートアップ欲しかったな。うん、窮地取る。取るな、これ。窮地取りそうですね。これで行きましょうか。はい、が出ました。次行きましょう。お、好きなとこ選べる。まあ、走塁でしょうね。外しても合わね。まあ、チャンスいらんか。チャンス普通に取ればいいですしね。パワー比。500、500か。うん、まあ大丈夫でしょう。さすがにスイープ取れますね。こんなもんで、とりあえず止めときましょうか。で、いきますか。初級とか取っても良さそうだけど。はい、ということで試合の方は勝てました。どんなもんだろうな。若干筋力足んないの気になるけど。あ、帳尻合わせ。なるほど。うん、まあ、エピローグも普通に強いですし、使えますね。19000点。ただまあ、窮地がなくなってしまったのか、まあ、トリックスターは、まあ、持ってても結局しんどかったかなっていうのはあるんですけど。ちょっとまあ、もったいなかったな、その辺が。で。満塁男はもう取ってるのか。はいはい。まあ、この辺からか。この辺からま、何を取っていくかか。この辺までは確定でいいでしょう。で、結構強そうだな。結局思考も取れてるしな。まあ、本塁生還とかが欲しいんですけど、取ると一瞬で終わるんですよね。まあ、やっぱ、これとこれか？ちょっと対左は待った方がいいか。チャンス。むずいな。結局、ロボ比でいいよくねえかってなるんだよな。対左取るんだったら。いやー、バントはいらんかな。バント取るんだったらこっち。こっち取ったら、じゃあ何が取れるんだっていう。これと突入すればいいかと。これでいきますか。まあちょっとこのサクセスに関しては本当にヒートアップが取れなかったこと以外は結構うまくいったんじゃないかなと思います。経験点も19000出てますし。
あー、強い、ちょっと待った。これはやばいかもしれん。金徳がトリックスターと窮地、まあ、ヒートアップの2かけで、盆栽です。これ3ぐらい乗るかもしれんね。強これは、ちょっとなんかこの、別に僕は加藤京子を PR することで何か、こう、得をすることは何もないんですけど、マジでめちゃくちゃ強いっすね。これは、いやー、なるほど。ちょっといい動画撮れたな、これは。なんか、可能性しか感じないです。可能性しか感じないです。まあ、ガジェットの落ち合いとかを入れて筋力不足っていうのは、まあ、そんなにうまくはいってなかった証拠だとは思うので、ちょっとこれは面白いことにできそうかなというイメージは湧きました。ちょっともう皆さんにそれが伝わったかどうかわかりませんが。まあ、これは面白い存在になれるんじゃないのかなという感じです。ただまあ、今組んでるのはあと4だったかな。あと4のデッキを組んでいたと思うので、ちょっとこの、まあそれを考えると、こう、感想とかね、その辺がどうなのかなっていうのはあるんですけど、ちょっとこれはかなり面白そうなので頑張ってやってみたいかなという感じはしました。ぜひぜひ皆様の方も、こういうデッキが良かったよとか、ああいうのがいいんじゃないかなっていうのがありましたら、教えていただけたら嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また、ツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また、次の動画でお会いいたしましょう。